はい、こんにちは、みずくんです。今日はですね、今ね、どこにいるかというと伊勢中川の駅にいます。はい、伊勢中川の駅、いつも通りですね。8時半です。ということでね、ここからね、今日行きたいのがですね、近鉄、まあ近鉄に乗るんですけど、近鉄の駅ね、いろいろ紹介させていただいてるんですけど、近鉄の駅の中で最も利用客数が少ない駅行ってみたいと思います。まあ本当ね、どういうところかね、ちょっとね行ってみようとは思うんですけど、利用客数が少ないところで、近鉄ね、利用客数いっぱいあるんですけど、まあ三重県の中ではね、先日ね、四日市も紹介させていただきましたね。で、阿部の橋とかね、難波とか、すごい大ターミナルね、いっぱい利用客もいるんですけど、今日は一番近鉄の中で少ない場所をちょっとね行ってみようと思います。はい、ということで早速行ってみましょう。よろしくお願いします。ゴーゴーゴー。さあ乗っていきましょう。伊勢中川の駅から近鉄特急に乗り込んで、いざ出発します。今回乗るのは名古屋行き特急ではなくて、賢島方向へ行く賢島行き特急です。いざ出発ということでね、伊勢中川の駅を出発です。そして、近鉄で一番ね、乗り降りの少ない駅に行くということでね、ちょっと乗ってるところの動画はね、まあサクサクと、進めていこうと思います。さあ、この日朝のね8時35分発やったかな、の賢島行き特急に乗ったんですけどね、この朝の時間か賢島行く、賢島方向行くね。さあ、松阪の駅に到着です。松阪の駅もね、一回ね紹介してみたいと思うんですけど、まだ紹介してませんからね。まあやっぱり地元の駅なんで、まあ後でってなったらもう全然取れないんですけど、一回紹介したいですね。さあ、松阪から出発して、これ宮川ですね。宮川を越えるとね、伊勢市はもう間もなくです。で、ここからね、到着メロディーをねちょっと聞いていただきましょう。はい、ということで伊勢市に到着します。まあ、伊勢市は本当ね、伊勢の下空があるところでね、有名なんで、ここは観光客も多いですよね。さあ出発、次宇治山戸の駅です。さあ、宇治山田の駅に到着です。ここもね、一度紹介はしたんですけど、本当ね、歴史的な建造物のような駅になっております。さあ、次の駅、五十鈴川駅になります。
鈴川。五十鈴川ライフ前に到着します。はい、ということで五十鈴川の駅になります。内宮前なのにね、なんか野球のメロディーでちょっと寂しかったんですけど、まあ内宮もねちょっとね距離あるんですけどね、歩いたら30分ぐらいはかかると思います。さあ前に見えるのは JR 線、次は鳥羽の駅に到着です。ここもメロディーがあります。お聞きください。さあ鳥羽です。金太郎みたいなあのメロディーでしたね。ということで鳥羽の駅で降ります。鳥羽です。はい、ということでこの鳥羽駅やってまいりました。まあここがね一番利用客数が少ない駅なわけがないじゃないですか。もうここは本当観光地なんでね。ということでね、ここからね乗り換えていくんで、はい、乗り換えて、行こうと思います。ということで特急はここまで。すごいね、何でしょうかこれは。くまモンでしょうか。ようこそ鳥羽へ。くまモン。こいつに乗っていきます。賢島行き普通に乗り換えます。さあ鳥羽から賢島行き普通に乗って出発です。ビスタカーが止まってますね。さあここ鳥羽から賢島方面、近鉄島線になります。さあ進んでいきます。背面です。お待たせしました。近鉄をご利用ください。ビスタカーいいですね。2階建て特急ね。さあ前には鳥羽水族館があります。です鳥羽水族館の目の前にね駅があるんです。中野郷駅です。ここからねほんと歩いて鳥羽水族館はすぐ最寄りなんで、ここで降りるのもいいんですけどね。ここはちょっと寂しい駅なんですけどね。またさあ次これが島赤崎ですね。島赤崎この駅、ここでね結構ね学生さんが降りるので学生さんの利用者数多いのかなっていう感じがします。結構降りるでしょう。ほら学生さんばっかり降りていきますから、ね、
さあ、そんな中、伊勢赤崎の駅を出発。さあ、島赤崎を出発しまして、これ何回か撮りましたね。動画でも紹介しました、船津カーブです。今回は乗ってるんですよ。スピード44キロとかね、もっと落とし気味に行ってるんですけど、ちょっとね、背面ちょっと分かりにくいんですけど、こうカーブしてるんですよね。ここでホット近鉄特急も超低速になるんでね、もう島風だろうがなんだろうが超低速、45キロですね、45キロ標識。さあ、そして船津の駅に到着です。さあ、なんかローカルなところへやってきました。さあ、船津です。で、次がね、鴨の駅になります。京都の鴨駅ではありません。さあ、スピードは徐々に落としていって駅に到着するわけなんですけど、鴨の駅はね、もうちょっと通過しちゃった、この松尾の駅ですね。人がタッチしてますね。さあ、こんだけ近鉄の駅がいっぱいあるんですよ。その中で一番利用客数が少ない駅ねえ、本当なら京都、大阪、名古屋、吉野、たくさんありますね。もう三重県も四日市とかもありますし、観光地である生駒とかね、吉野、そして、まあ、伊勢市、宇治山だとかね、あるんですけど、はい、ということで、そんな中で白木の駅を到着です。まだ進みます。さあ、ここね、線路がね、伏線みたいな感じになってるんですよね。白木の駅から先は伏線だったかな、全部そんな感じがするんですけど、ここの駅はなんかほんと広くてね、いいですよね。まあ、こういう駅になっております。さあ、そしてトンネルを越えると、ここゴチの駅ですね。これ目の前に出口ありますよね。なんかポール一本立ってるけど、ヒュッて出れますよね。これタッチし忘れんとね、出ないといけないですね。さあ、山々が広がってきました。まだね、午前中なんでね、これも。さあ、そして今回降りる駅到着しました。ここで降ります。到着しました。靴掛駅です。靴掛駅、まあ、来るのはね2回目なんですけど、ここの駅がね近鉄の中で一番ね降りる方が少ないという駅です。靴掛駅です。まあ、とりあえず出ましょう。ピピ、900円、伊勢中川から900円ですね。
ということでこういう駅になっております。靴掛け駅2回目なんですけどね。ただね、撮り鉄としてはねすごいいい場所なんですよね。はい、まあ、前回ね撮り鉄ここでさせてもらったんですけどね、すごいいい場所。あの山の上何かありますね。なんか旗が立ってるね。はい、ということで駅はこんな感じなんですよね。まあ外に出てきたんですけどこんな感じになっております。まあちっこいですよね。はい、非常にちっこいです。ちなみにちゃんと私調べてきましたよ、これね。まあここが一番少ないですけど、三重県のね、三重県の統計、駅利用者数の統計を見ます。1年間で、大阪線の西青山駅あるじゃないですか、まあ、秘境駅って言われてるんですけど、西青山駅の平成31年令和元年の利用客数は9411人。だから1人1日あたり26人ぐらいの人が利用されてるんですよね。まあやっぱりハイキングとかね、トレッキングとかもありますし、やっぱりね結構撮り鉄さんにも人気のスポットなんで、1日26人です。でこの対してこの靴掛け駅、利用者数令和元年利用者数4230人ということでね、約西青山の約半分、1日平均12人の方が使われてますね。ちなみにこれ第一番のね、近鉄の中で一番乗客数、利用客数が少ない駅ですね。で続いて隣、さっきね電車で乗せたと思うんですけど、ゴチの駅、これが、利用客数がこれも西青山の半分ぐらいの4838人、1日あたり13人ということでね。まあ本当ね、ここ靴掛け駅とゴチの駅はもう接戦です。ではこの靴掛け駅に軍配が上がったと、まあ一番近鉄の中で、乗客数が少ないということですね。ちなみによ、もう完璧に調べてきましたからね。奈良も近鉄走ってます。まあ大阪とね愛知県はねさすがに超多いだろうということでね、なかなかね、統計調べたんですけど、大阪も愛知もなかなか主要駅しか出てこなかったんですけど、ですね、これ奈良がですね、ちょっと待ってね、奈良はね、奈良で一番少ないのは、吉野線の大畑下市口の手前かな、下市口と福神の間、これ、19,249人ということで、もう圧倒的に多いです。はい、奈良は圧倒的に多いです。奈良県はもう本当、奈良、三重、奈良、大阪、愛知とね、近鉄はもう走ってるんですけど、断然多いです。はい。ということでね、まあ。近鉄の中で一番利用客数が少ない駅と思っておいてください。ここです、靴掛け駅です。第2位、ワースト2位はゴチの駅、この隣の駅ですね。はい、まあね、本当ね、目の前に民家もあってね、秘境駅とかいうレベルではないんですけど、やっぱり利用客数少ないのはやっぱりこう前見てもらったら分かるんですけど、車通り結構ありますよね。めっちゃ走ってますよね。やっぱりこの辺の人、やっぱり車がないと不便なのかなっていうイメージで、やっぱり移動は車になるんですよね。なのでやっぱりこうね、ちょっと鉄道が寂しい状態になってしまうっていうのもあると思うんですけど、そんな感じになっております。でちゃんと入場出場の
ね、まあこうタッチ IC カードがタッチできるのもありますし、こうチって書いてあるもんね、なんでしょうかね、これチチって書いてますね。で普通ならね駅にベンチがあると思うんですけど、これ腰掛けかなんかな、これこれこうやって腰掛けんのかな、ふーこんな感じで腰掛けんのかなちょっとわかんないですけど、こういう感じ、こういう感じで腰掛けんのっていうのもあります。はい、非常にね、コスパの効いたベンチじゃなくて、もうこの鉄だけのね、この背もたれみたいな、こういうのもありますね。はい、ここにね車と自転車とバイクが置いてあるんですけど、これは何でしょうか、ここは駐輪場なんでしょうかという感じでね、こういう感じになっておりますね。そうですね、中学校のこのラベル貼ってるんでね、さあこれ踏切、靴掛け第1号踏切です。すごいなこのカーブ、このカーブすごいっすよね、なんか。ということで近鉄しませんね、恐るべしって感じなんですけど、この上り坂すげえ上り坂よ、よいしょ、すげえ登ってる。でこう道路があるわけなんですけど、これ道路もね結構危ないところなんでね、気をつけていただかないといけないかなっていう感じはするんですけど、やっぱカーブカーブになってるんで、はい、お気をつけください。うわー、ここの撮り鉄なんてもうなんかめっちゃ最高そう。ちょっとな、一本だけでも撮ってみましょうか。ずーっと靴掛け駅を、あそこ靴掛け駅出てからずーっとこうカーブになってますよね。はあ、すげえ。向こうの方にはね結構民家があるんですけどね、やっぱり皆さんね車を持ってらっしゃるんでしょうか。ワンマンしか、まあ、止まらないんで、こう乗車表もありますよね、こう、はい、乗車表。まあこの駅から乗るんでちょっとタッチしておきましょう。ちゃんと切符入れがありますね、ここに切符入れがヒュッて入れますよね。間違ってここに入れないようにしないといけませんね、ここにここに入れたらダメです。ここに入れるんですね。はい。これは間違いない、偉いことやからね。まあこれがあるだけでもね、やっぱりね素晴らしいですよね。タッチしとこう。はい。なんぼか見えへん。見えへん。残額が見えへん。はい、ということで靴掛けの駅です。ここから賢島までは330円。宇賀田賢島。この辺は本当ね観光スポットなんでね、あと鳥羽も330円と安いです。伊勢中川までになると900円、通まで1080円、名古屋まで1890円ですね。
大阪ナンバーまで2220円、ねえ、になります。京都まで2470円です。時刻表ちょっとちっこいですけど、こんな感じになっております。伊勢中川方面、賢島方面、1時間に1本です。はい、1時間に1本です。夕方とかはちょっと多いんですけどね。結構伊勢赤崎かな、伊勢赤崎の駅にね、学校があるんかな、結構学生さんがね、乗り降りしてたんで、まあ、その兼ね合いもあって多分午前中夕方なんかはね、普通列車も結構走るんだと思いますけど、ここの駅は学校もなさそうです。はい、ということでそんな靴掛け駅です。かけの駅紹介しました。近鉄の中で一番、利用客の少ない駅ということでね、まあ、乗り降り少ない客駅ということでね、紹介させていただきました。まあ、私ね1時間に1本しか電車ないんで、まあ、乗って帰るんですけど、いかがだったでしょうか。またね紹介できたらね、いろんな駅紹介できたらなと思います。はい、それでは今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。ということで次の電車乗って帰ります。お疲れ様でした。もう鳥羽から特急乗ろうかな。なんかあった時のテルもありますね。これ鍵でも鍵かかってたら、一般の人は鍵かね、一般の人はあれですよね、無理ですよね、電話できないですよね。ランプが青色になってますね。これは何なんでしょうかね。 OK、 来ても OK よっていうサインかな。2番乗り場の電車にご注意ください。危険ですから黄色い線までお下がりください。